はい、絶叫系ね。いやもう苦手ですよ。まさかども苦手です。僕ロケ行きましたよね、せいや君は。僕と、あ、行ったね。何話から映画出しますよね。バンジーもやりましたし、あ、ね、ほんまや。バンジーも絶叫系でしょ。そうね、一ジャンルにまとめた。めっちゃやってるじゃないですか。でも苦手よ。でも克服できてない、うん、全然、やっぱり。そうっすよね、怖いもんは怖いやん、だって、うん、うん。いやだって A グループ全員大勢以外かもうほぼ苦手ですもんね。そうやな、ほぼ苦手やな、はあ。楽しくないもんな、あれが。別にあの感覚が、わかるわかる。別にあれをもう一回乗ろうって思う気にならへんから。もうエスカレーターでもふわってのも嫌やもん。エスカレーターで、エレベーターや、あれや。なるほどね。今なんか今の嫌やわ、エレベーターとエスカレーター間違えた。なんかめっちゃ可愛いっていうの狙ったやん。狙ってないって。まさかどくん可愛い、天然出たみたいな。いや今の、まあ確かにね、もう嫌やわ。23歳、うん、23歳、間違えないっすよね。エレベーターとエスカレーターの違いはもう間違えない。年齢言うのやめてくれへんすよね。もうほんまに嫌やわ、苦手やわ、天然いじり俺は。ということで、まさかどくん、せいや、自分でくんつけちゃった。まさかど成功。何せやくん、何もうなんか嫌やわ、今日めっちゃ嫌やわ。なんか久しぶりにこうやってさ集まったと思ったらさ、天然で僕可愛いですみたいなの出してるやん。2回も変わりましたね。変わったらまさかの1時間に2回も天然出してくんねん。もうやりづらやりづらいわ。じゃあそれも笑わなあかんわけですからね。そうそうそう、なんだ笑ってやらなあかんのか。ごめんなさい、ごめんなさい、気をつけます、天然控えます。嫌やわ、はい。